こんばんは。なんかすごいんだけど、これこれ何？すごいことになってますけれども、今日は恵方巻きを食べる日ですね。節分、節分だ。かわいい。あ、今日は19時から7センチもアップされるので、皆さん見てください。 YouTube 見てね。あ、そして、あ、そう、いろいろ話したいことある。久しぶりのショールームだから、あのですね、まずはですね、じゃーん、フロントのファンブック発売されました。そして私もゲットしました。こんな感じでフロントのね、ファンブック皆さんゲットしましたか？私載ってるんで、しかも見開きで結構がっつり載ってるからね、これはぜひぜひ皆さんゲットしてください。嬉しいね。しかもなんかこのプロントのなんかパスポートみたいなのがついてて、これが対象のパスタが、これパスポートだから1年間、2020年の2月29日まで使えるらしくて、1年以上か。500円で食べれたりとか、ドリンクが150円とか、ビールジョッキが300円とか、めっちゃお得なパスポート付きなので、普通にこれね、嬉しいよね。こちらももう祝発売ということで嬉しいです。私も YouTube からね、こうやってお仕事につながって、なんかすごい良かったなって思います。あとはあの冠番組もね、見てくれましたかね。みんななんかツイートとか見てたんだけど、結構みんなコメントしてくれて読みました。配信中に見つけて。あ、そう、ピザ3枚もらったから、あれ持って帰っていいよって言われて、私しかいなかったし、スタッフさんもまあ食べないから持って帰っていいよって言われて、あの夜、まあ、もうね、帰ったの遅かったんで、一人でピザパーティーして、その次の日の朝も、あ、違う、次の日の朝は食べようと思ったけど、さすがに食べれなかった。でその日のピザパーティーしたお昼もピザを食べた。だからピザ尽くしの一日だった。でも全然食べれるわ、ピザ。恵方巻きまだ食べてない。YouTube 更新されるよって書いておこう。今日の YouTube はですね、私的にすごい楽しかった。まあ全部楽しいんだけど、特に初めて行く町に行ったんですよ、予告しちゃうと。で、まあはしご酒しました。楽しみにしててください。 YouTube でまだね、あの登録してない人はチャンネル登録してください。
昨日ショーツがアップされて今日 YouTube アップされないと思った。いや、これからは TikTok とかもショートもアップしていこうかなって思うんですけど、まあ、YouTube がアップされる日にするわけじゃなく、まあ日にちはそんな決めないで、載せていこうかなと思います。動画ができたら載せてって感じで。あと波動もね、そう、波動はちょっと負けちゃったんですけど、皆さん応援ありがとうございました。次回はあれだね、次回もう私出るんですけど、次回はまなるちゃんいるし、下夫と多分出たことないかな、ひなことかもいるし、楽しみです。次回もいや、まさかねビリになるなんて思ってなかったから、すごい悲しかった、悔しかった。今チーム4 3位総合、ないだろ、ないだろ、確かにナルタオと一緒ですね。ナルタオチャンネルさんと一緒です。うわ、3位なんだ、悲しい、悔しいね。それはなんか今日の朝夢で、私のあげた、昨日上げた動画がめっちゃバズった夢見て、コメントとか2000件とか来てる夢見て、朝起きて、え、待って、これどっちだろうと思って分かんなくて、で調べたらコメントとかも全然2000件には届かなくて、すんごいね、でも嬉しかった、待ってバズったんだけどって言ってめっちゃ喜んでた、夢の中で。みんなバズらせてください、動画、コメントとかね、高評価とかいいね押したり、あとそう、高評価も結構ね大事なんで、 YouTube の高評価とか、あとはまあコメント、コメントを待ってます、コメント、あとはね、まあ、シェアしてくれたりとか拡散してください。いや本当に焦ったっていうか嬉しくて、でも最近は結構ショートとか TikTok とか、その編集するのも楽しくて、 YouTube もだけど、まあ声明になるといいな。でもなんか本当に現実世界で考えてること起こったりするよね、よく。あ、間違えた、現実世界で起こってることが夢で起こったりする、あ、違う、現実世界で考えてることが夢に出てきたりする。朝夢みたいな感じで、朝夢の逆か、朝夢は
実際あったことが夢に、あ、違う、マサ夢だ、それ何言ってんだか一人で。何かあったっけな、最近の出来事。私何してました最近。まあでも波動とその生配信とモーニングコンパスとかか。 YouTube ショート見てよ、ありがとうありがとう。寝言でプロポーズされたらどうしますか。どんな質問ですか寝言でプロポーズされたらどうしますか。無視します。だって寝言って夢の中だから、何言われてもその人の考えてることではないかもしれない。え、寝言ってどうなんだろう。でも夢ってさ、自分の考えてることではないことが起こったりするじゃん。ってことは寝言もそれと一緒って考えたら、嘘ってこと？嘘？わかんない。波動でみんなが撮ってくれた写真も私結構保存したんで、なんかで使うかもです。みんな写真撮るのうま。結構さ、加工してくれてんのかな、あれ。なんかすっごいいい感じの写真何枚かあって保存しました。え、次の波動2月頭ぐらいだよね。楽しみです。なんかこのプロントの雑誌さ、私以外にも何だっけ、あ、そう、トリプル A の宇野さんとか中川家の剛さんとかが載ってて、インタビューみたいな、なんかその中に私もいるの嬉しい。すごい。 AKB48 しかならせちゃん、プロントでの YouTube 撮影に密着。七瀬ちゃん嬉しいです。波動で初めての生七瀬さん見ました。可愛かったです。本当に嬉しい、ありがとう。でもなんかもう波動終わった次の日とかさ、体がめっちゃ痛くてダメだ。めっちゃ筋肉痛になった。意外とね、なんか
足手、手かと思いきや足もね筋肉痛になりやすいっていうのが今回の波動で分かりました。マジでみんなやってほしい。しかもさ、波動1プレイ500円とからしいよ。安くない？なんかもっとすごいお金かかんのかと思ったら、あれ、あ、そんなになんかコスパいいんだと思って、全然500円ならね。大阪にも飲みに来てほしい。行きたい、出張大阪7センチやりたいです。大阪は梅田とかだよね。兵庫とかも行きたいな。てか一人旅行行ってみようかな。なんか行ったことないの一人旅行は。いやでもな。で全然その都内とかだったら全然一人で飲みに行けるけど、なんか一人旅行。でもちょっと寂しいな。誰かいてほしい。でも波動の旅行がねあと何個かあるんで、それはママと行くって決めてるんですけど、そこでも撮れたらなって思ってる。一人旅行きますか。めっちゃ面白かった。そんな一人旅楽しいよ。じゃあちょっと一人旅の楽しさをプレゼンしてください。大阪行ってきた。七瀬は寂しがり屋っぽいか。全然寂しがり屋じゃないです。全然寂しがり屋じゃないです。7センチに出演希望のメンバー、そう、みんなね出たいって言ってくれる。でなんかいい企画あったらやりたいなって思ってるんですけど。自分勝手に好きなと、ああまあね確かに。でもなんかなぜあんまり自分で決めるの得意じゃなくて、その旅行先とか旅行見る場所とか、なんか例えば大阪とかだったら自分で決めるとしたらもうユニバとか、そう毎回同じとこしか行かないから。でもなんかさ、すごい穴場スポットとか見つける人いるじゃん。なんかそういう人になりたい。ダーツの旅、いやそうなんかさ、波動で一個持ってる旅行があるんですけど、それがどこへでも行っていいやつだから、なんかワンチャンダーツで決めようかなっていうのは本当に思ってる。ダーツの旅してみたっていうのは本当にねやりたいんですよ。マジで何もないところある。確かに。まあでも旅行に行ってるっていうだけで楽しいよね。私はなんか例えばそのママとかと友達とか旅行行くとしたら、なんかもう決めてほしい。なんか考えるのがめんどくさいとかじゃないけど、自分より絶対いいところ見つけてくれそうだから。ご飯屋さんとか選ぶのもさ、なんかここ良さそうだけど失敗しそうみたいな、
失敗したらどうしようって思っちゃう。なんか失敗っていうかお気に召さなかったら、思い立って飛行機の乗ったり美味しく食べてお酒飲んで温泉入ったりする。いいね。最高。なんだろうな。もうすぐ雨降るらしいよ。今日みんな帰るとき気をつけて。まだお仕事の人いますよね。てかあれか、今日金曜日だからこれからどっかご飯食べに行く人とか多いだろうな。YouTube 見て好きになりました。いつも楽しみにしてます。嬉しい、ありがとう。本当に嬉しいです。それはとっても嬉しいです。あの7時にねアップされるので心待ちにしててください。自分で言うことじゃないか。心待ちにしててくださいって、心待ちにしてますっていうのあるけど、心待ちにしててねってなかなか自分で言わない気がする。動画撮るとき行き先どうやって決めてる？行き先別になんか、行きたい場所に行ってる。ここの待ちにするのは自分。ビアリーナ MM ライブ当たりました。家族で行きます。嬉しい。旅行の行き先は全然決められるけど、なんかどこに。でもさ、旅行って行き当たりばったりで行く人とさ、ちゃんと計画考えて行く人いるじゃん。みんなどっち派？まあ人によると思うんですけど、なんかね、一箇所だけ行きたいところ決めて、あとは行き当たりばったり。オープニングでダーツで
決めよう。一箇所行くとこ決めといて、あとはその場で決める。あーまあ確かにそれいいね。私が今一番行きたい旅行はなんかサウナとか温泉好きだからそれかな。一人で行くとするなら美味しいご飯食べて、で夜サウナとお風呂入って、で朝もサウナとお風呂入ってって感じ。よくない？宿の予約は必須。確かに。北米の本格的サウナ行きたい。なんだっけ、どこだっけサウナ。あ、北欧らしい。北欧か。めっちゃ。なんだっけ、なんか。てか私あれ欲しいんだよね、サウナハット買おうと思ってて。なんか耳がついてるやつとかねあるんですよ。サウナセット一式みたいな。帽子やっぱりサウナって暑いから髪が傷んじゃうんだって。だから帽子かぶった方がいいらしくて、私帽子持ってないから多分めっちゃ傷んでる髪の毛。あとなんかサウナこう着るやつ、サウナなんて言うんだろう、バスローブみたいな。サウナ3分も入れないです。私もちっちゃい時そうでした。いやーいいよサウナ。ブーム去ってから行きたい。うん、その時にはきっと興味薄れてますよ。サウナの整う状態がまだ分かりません。あー整う、え、なんかでも むずいのかな。今 YouTube とかでもねサウナやってる人いますよね。
なんかお風呂のところで赤すりとかマッサージをちょっと前にやったんですよ。赤すりとマッサージでお風呂も入ってサウナも入ってめっちゃ最高だったんだけど、お会計がもう1万7000円とかでめっちゃ使ったお金。お風呂行ってくるわって軽い気持ちで思ってたらまさかの1万7000円も使っちゃいました。でも最高だった。私がやったやつはマッサージとかもいろいろ種類があって、で ホットマッサージみたいなやつとか、あとは太鼓式マッサージみたいなやつがあって、音声はタイの方にした。いやなんかね全然そ痛い激痛マッサージみたいな感じではなくて、なんかストレッチしながらみたいな感じだった。ですごい、あここがこうなんですよみたいな体のことを言ったら、あこうすればいいですよっていうアドバイスとかもしてくれて、でマッサージ1時間くらいしてもらって、超良かった。でも1万7000円はちょっとビビった。あでも寝なかったな。ずっとそのお姉さんと話しててお話ししながらだったからあっという間でした。千葉県は節分の時は何を投げるの？落花生です。一部の地域では。でも私は普通に豆ですけど、なんかねそうでも本当に落花生投げるところあるらしいよ。いやでもなんか落花生でいい気がするんだよね。あのちゃんとさ殻に入ってるじゃん落花生って。だから、まあ、衛生的にもいいし何より掃除が楽ですよね。あの豆さちっちゃいからあのソファーの間とかにさ挟まったりしてさ出てこなかったりするんだよ。よくジュゲームが食べてたな残った豆。なのせあんま好きじゃなかったからちっちゃい時豆が全部ジュゲムのさあのお皿に入れて食べるの。ジュゲム次に食べさせます。
ピスタチオからごと食べて泣いた。痛そう。友達が千葉県に住んでて学校が東京で買い物も東京でほぼ千葉県にいないらしい。わらわら。ツイッターかここは。ツイッターか。オイラはオイラのイがちっちゃい。オイラは豆を年齢プラス1個食べるとか無理な年齢になってしもうたわーというコメントがありますね。オイラ、鬼役の親に豆本気で投げて怒られたかわいそう。いやちっちゃい子ってさ、あのそういうの容赦しないからさ、ちっちゃい時とか思いっきりお兄ちゃんとか蹴ったりしてたけどさ、絶対痛かったよ喧嘩とかした時にさ、もう本当にさ、向こうはなんか私のことを怒らせたいのかわかんないけど、あのまあなんか意地悪してくるじゃないですか。でその時にこっちはもう本気でお兄ちゃんに立ち向かって怒ったりしてたけど、叩いたり、多分痛かっただろうね。さすがにね、ちょっと大きくなってきたら。手加減を覚えてくるけど、人並みしてるときいつも何してる？読書とか何してるかな。何もしてないでただただ食べてます。ただただ、なしちゃんめっちゃ可愛いのでギフト投げました。ありがとうございます。今日もコメント欄は右か右です。こうすれば左になるよ。あ、こうすればいいのか。こうすればあれ、カメラ見てる風になる。どっちがいいかな。でもなんか気持ち悪い、逆さまになってる気分。戻していい？なんか嫌なんだけど、なんか嫌だ。戻そう戻した。あ、こっちだわ。安定。ヒカルンが初めてのお酒はメンバーか家族と言ってた。
7センチ入れたい。嬉しい、ひかるん、ひかるん、あ、もうちょっとで YouTube、 YouTube 更新される前には終わりにしますね。ちょっと待ってよ、あ、まだと、もうちょっと、もうちょっとだけやろう。今日の YouTube は私的にお気に入りの回です。まあ全部なんですけど、楽しかったので皆さん楽しみにしててください。いや、ちょっとでもなメールも送んないとだし、そろそろランキング読もうかな。13位はしんのすけべさん、ありがとうございます。12位はよもやよもやだ、あとマークうまいうまいうまいさん、ありがとうございます。10位はかくん、アットマーク、ありがとうございます。10位はタッチ、アットマーク、ナラレンジャー、ありがとうございます。9位はマグリドン、アットマーク、ナラレンジャー、ありがとうございます。8位は香港のケーキ、アットマーク、ナラレンジャー、ありがとうございます。7位は島、アットマーク、ナラレンジャー、ありがとうございます。6位はガリちゃん3000、ありがとうございます。5位はワイエスランスさん、アットマーク、今日もハイボールかな、ありがとうございます。4位は佐々木俊介さん、ありがとうございます。3位はパンダとマークのレンジャー、ありがとうございます。2位はケナヤとマークのレンジャー、ありがとうございます。1位は鍋とマークのレンジャー、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ YouTube19 時からお楽しみに。バイバーイ。